にスイッチ後継機種が出るみたいですね。てことはやで、次のフェスのお題もなんか壮大やし、これが伏線となんて、もしかしたらスプラトゥーン4発売も決定したんかな。ちなみにね、忍大が6月にあるみたいやで、ソフトラインナップやけど、どうもチャップです。さあ自分のやつして頑張っていきましょうか。あのスプラトゥーン4とさ、フェスの関係性とかね、スプラトゥーン4発売とかは僕が勝手に言ってるだけやねんけど、スイッチの後継機種は間違いなく発売するんです。でだから皆さんめちゃくちゃそう楽しみにしといたらええと思うよ。てかもうシンプルに楽しみでしょ。どう考えてもさ、どう考えても楽しみチャップやん。そんなええもんおじいちゃんだけど、ほんまありがとう。なんかちょっとほんまインク金持ちなんか来てない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 来てます来てます来てますよ。これ来てますね来てますね。ちょっとそっちも来てますね。喋らせてください。ちょっと喋らせてくださいよ。もうちょっとさ、もうちょっとちょっと喋らせてくださいでやられてんけどね。やられたことにもびっくりやけど、スイッチ発売してからもう9年も経ってるんですって。驚きでしょ。僕が0歳の時にスイッチ発売されたから、もう僕も9歳になったんですね。たくましになったらチャップもな。でなんかちょっと変態ブラスターおるやんけ。ちょっとこれもう無理や。もう突っ込まん。これもう無理無理。もう9年もびっくりしてるもん。びっくりずつが誰も倒せてないやん。でまあそんなもんええんやけどね。でさ、もし明日世界が終わるなら、世界が終わるならばってさ、さっきから僕が終わってんねんけど、やられてね、それがフェスのねポイントとなってね、スプラトゥーン4の伏線みたいになってたらほんま熱いと思いません？ちょウキウキワクワクドキドキしますよね。もうだからそれをすごい楽しみにして、僕はウキウキドキドキチャップやなって思ってんねんけど、トーピードやめて、トーピードやめて、トーピードやめて、なんかおらんそこ、なんかトーピードやめて、トーピードやめて伏線だって面白いですよね。まあでもね、まだスプラトゥーン3さ、2年間の無料アップデート期間があるんで、まあもっと後かな、混沌と秩序フェスみたいな感じで、もっとギリギリ最後らへんで、あこういうあれでっておもろいフェスあったんやねってなる可能性も大いにありますよね。混沌の秩序を保つ父チャップみたいなさ、なんか誰もやれてないやんけ。なんでやねんほんま誰もやれてないやんけ。メガホンでやられてないやんけ。なんなんほんまガチャ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 やな。だから今回のフェスがまあちょっとでも関係してたら面白いし、まあ、関係しなくても後々、まあ、多分フェスとかでもし出ねえたら関係してくるんちゃう？最後のフェスらへんで。だからそれで世界観を作っていくっていう可能性もあるなっていうことなんですよね。ただね、まあ、そのスプラトゥーン4ももちろん期待してるんですけど、なんかオープンワールドになるんちゃうかみたいなの 見ましたねオープンワールドの対戦型になるんじゃないのかって、今までの 1,2,3 とは違うスプラトゥーンが見られるんじゃないのかみたいなのも見たんですけどね。そういうのも見たんだけど、降りちゃった、ごめんごめんごめん。見たんですけど、まあ、期待は膨らむばかり、妄想は膨らむばかりってことやんか。でもあれやで、スイッチが発売した時みたいにさ、予約戦争みたいな、全然スイッチ本体買えませんやん戦争みたいな、それだけはね、ないようにしてほしい。もうそこだけは願いは。あれ全然買えへんかったもんね。いや予約もなんも、なんか全部無理無理無理もやんってなってましたもん。なんか買ってる？ちょっと待って、あとまた言うてないことあった。スイッチの後継種やからさ、後継種後継機やからさ、スイッチの良さを残しつつパワーアップするみたいな、 3DS が 3DS ライトみたいな、なんか 3DS になったり DS がなんちゃらみたいな、そんな感じじゃん。だから任天堂スイッチ2みたいな、任天堂スイッチパワーとか任天堂スイッチユニバースとか任天堂スイッチゴリゴリとか、そんなんかもわからへんな雑すぎやろ名前が何やろ。まあでもシンプル、なんかすごいなんか AI 感出てる、なんか近未来的なやつなんじゃん。任天堂スイッチチャット GDP GPT みたいな、 GDP 国内総生産みたいなさ、めちゃくちゃ頭良くなりそうみたいな、チャップは受験生言うて、まあそんな感じやと思うわけわからんけど、これ聞きますよね。あと一発だけど、ちょっとインク管理おじいちゃんだから、だダメダメチャップや、ダメダメ軍ブラスターもう来ないでおい、そのブラスターダブル強打やめてやな。あ丸い物体が2個やったらもうそれはそれやん。2個、ボールが2個ってもうそれはそれやん、ほんまにそれはそれやんって、もうこれじゃ言われへんけどね。やっぱりこっちもアイドルやらしてもらってるから、ちょっと危ないよ、投げてくると思う。あ、爆風でやられるの、ちょっとやばい、弱ってね。こっち乙女なんだからさ、ちょっと待て待て、任天堂スイッチパワーを発売言わせてくれよ。ちゃうんか、任天堂スイッチパワーやなこれはイエーイ、ナイス、ありがとうございます。さあゆっくり行きましょうそんなんええねんて。もうなんか任天堂スイッチ VR とかでもええで。今任天堂スイッチ 30fps も出てたっけ、出てないんやったっけ、出てないんか、出てんのかわからんけど、それが 60fps とか
120fps みたいな、なんかとんでもないなってなってるかもしれへんやんか。だからまあそれも楽しみやな言うて、ちょっともう無理な言うて、だってブラスは2発切りやもんね言うて、そこおるけど、もう僕の体はボロボロな、何これこれ、なんか怖いのおる。ハイドランドを見つけたわよ、ハイドランド、ハイドランドだけは許せないわ。このキューティーチャップパーティーポーティーピーチ、キュピキュピチャッピーポッピーパッピールッピーアピーラッピーウンパールンパー、すごいやん、チャーリーとチョコレート工房へアタック、キューティーハニーピチピチ乙女よ、美肌石鹸よ言うて、牛乳石鹸のチャップって呼んでくれ。ちょっとそこおるわ、これ やられるわ、ダッサ。だいたいおじいちゃんなんでね。でこっちフリーザ様おれ、あ、ニンテンドースイッチフリーザとかもあるかもよ。ニンテンドースイッチ53万みたいなさ、なんかすごそうやん、戦闘力めっちゃあるやんみたいな。もうイカローで登れてないやんけ、やばいやばい、もう動きもおじいちゃんやないか、ちょっと絶対的におじいちゃんやないかー言うて、オッケーありがとうございます、ありがとう、センキューチャップだよ言うて、やばいやばいチャップだよ言うて、やばいやばいやばいチャップだよ。強いですね、いい感じや。もう喋ったっけ、スプラトゥーン4も喋ったし、で次のスイッチ新しいのも出たし、うん、であと何だ、スイッチ、あの予約戦争やめてよみたいな、ちゃんと全員予約できたら買えるようにしてみたいな、もう予約もできへんみたいな、そんな世の中やったらもう世界終わってまう、あ、そういう世界が終わるまでな、もしかして、もしかして、え、予約もできへん世界が終わる、ちょまだまちょ待て、僕が終わるやんってなるやん、歌ったら僕が終わるんやけど。世界は終わったらあかんけどね、まあ面白いフェスやん、なんか久々になんかファンキーなお題出たんちゃう、ちょっと大丈夫で、ファンキーモンキーチャップ、ファンキーモンキーチャップ、ファンキーモンキーチャップ、下手くそやな。今のは下手くそやろ、ちょっとちょっと、やめやめ。もうおじいちゃんやん、でウルトラハンコも来てるし、53年なんか奇跡的にちょっと止まってたからラッキーやったけどさ、もう無理やん、ここにちょっと待って、逆転されたらちょっとさすがにちょっと危機感持った方がいいやんってなりそうやな、チャップの危機感持った方が A&TV ってなりそうやから、ここはその受け身術では、まあ完全 OKOK、 あっぷな。やばすぎやん、なんか飛んできとるで、あれウルトラショットとかぶち込みたいけど、どういけんじゃんこれ、いける、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、なんで生きてんねん、おいガリガリ君食べちゃいなよ、ガリガリ君なんか逃げたんじゃん、この辺なんかトーピード追いかけてたれ、ガリガリ君食べちゃいなよ、いないじゃん、なんで、ほんでよく思ったな、これも言うとかな皆さん、ウルトラショットあれやね、スペシャル必要ポイント増えたから、スプラシュートは地味になんか弱体みたいななってますよね、それ言うの忘れてた、言うの忘れてた、チャップの言うの忘れてましたやん、 TV やんけ、そこやめなさいって、もうやめてって、もうやめてって言うてるやん、もうほんまにそれはもうやめてって、なんで直撃。なんか直撃、なんかなんやろ、ニンテンドースイッチクリティカルとかでもええんじゃん、なんでも名前いけるよほんまに、渡辺さんはね、ニンテンドースイッチ渡辺みたいな、めっちゃジャパン感出てるよ、日本のジャパンの力出てるよほんま、京都に本社あるやんみたいな、いや、なんやろ、ニンテンドースイッチ法王院とかの方が京都っぽいかな、ニンテンドースイッチ宇治抹茶とかさ、そんな方がなんかいいかもわからん、で僕のこの吸盤ボムがな、結構嫌な感じで刺さってきたりすんねんで、僕のこのセクシー吸盤ボムが、こ僕のこれバレてない、バレてるかな、いや、バレてない、チャップのセクシー警察なんで、これやっぱこういう、これセクシーな立ち回りできんねんよ、僕レベルになると、このセクシーなね、このセクシーな立ち回りが勝ててよかった。いやー楽しみやし、スプラシューター強いし、何これ。え、ほんまに、え、確か必要スペシャルポイント10ポイントね、伸びてると思うね、それを兼ねて、まあ、それこれサブテーマよ、アップではサブ、メインはもう次世代機やから、次世代機後継機、もうだから、まあ、おじいちゃんの、まあ、孫が生まれたみたいなもんでしょ、ハッピーバースデー孫、スイッチの孫、スプリンクーラー潰すのは世界一言うてまんで言うて、うまいね、潰すのうますぎるね、どう見てもうまいね、どう見てもうまい、ちょフィンセントちょっと怖、あれ筋肉の化け物やからな、ほんま見て、なんかほら そこでなんかちょっとペロペロって、ペロペロキャンディー、なんかペコちゃんがなんか狙ってんかわからんけどさ、そのペコちゃん狙ってんか知らんけど、その感じ、それペコちゃん狙ってん、ごめん、僕ナイス味方なんですよ、僕な、あのほんまビビってん、ほんま怖かってんよ、ほんま怖いのよ、もうめちゃくちゃの打っちゃったんよ、ウルトラショット、もうトーピード当たってもたやん、みたい、これこっから顔出してくんでしょ、消臭ビーズか知らんか知らんけど、お風呂かなんか知らんけど、結構届いてくるやん、ほんまに、でもなんかいい感じちゃうの、これサクッて終わっちゃうよ、強いよ、だって僕この雨も全然もう全部雨受けたるわ、あれ無理か。
無理か。さすがに無理やったな。でもこれ乗ってたからカモンとパシくれてた。さすがに無理か。しかも復活ペナルティチャップついてたしな。ちょっとほんまやめてね。大体こっちが来んねん。こ後ろから来たりしよんねん。あのフィンセントとかさ後ろからね、ほんまに往復ビンタ、あププリンかピクリンかなんかポポリンか知らんけど、なんかそんな感じ見せてきよんねんって。だからそこおんの分かってんねんって。ほんまにそういうことやろって、そういうことをやん、そういうことやろってほんまに。よっしゃーありがとう。で今そ見えてるって、そういうことやろって。やっぱり消臭ビーズそこなんかトーピードなんやろって。そういった、え、なになに、そう、え、なに、だ、え、誰、え、誰、え、え、なんか射程長いのおる、え、なになに、え、え怖いやろってほんま。ちょ待って、あの消臭ビーズが嫌な人倒してあげたいんやけど、そこやろって。だいたいそこなんやろって、だいたいここなんやろってね。こういうこと、こういうことなんだもん。強いんだもん。で9番もやねんって、ほんま、もうバルマルンバやろって。筋肉の化け物おるやろって。これ以上無理せんとこか。もうちょっと巻いてあげたいけども、なんかやばいやろって。やっぱりでこっちから来ると思うからここ見とくやろって。大丈夫やろって、慎重に立ち回ってるやんって感じやろって。でここトーピードの化け物入ってやらバレてるやろってもう任天堂スイッチチャップでいいんちゃう、もうほんまにそれでええよ。任天堂、え、なんやろ、なんかもっと任天堂スイッチクリアとか、いやでもおもんないな、クリアってそんな名前じゃない。絶対任天堂スイッチバブリーとかでもええかもしれん。任天堂スイッチホップソナーとかでも、何、任天堂スイッチマリオみたいな、え、マリオここで使ってきますみたいな感じでもええんちゃう。これも喋れるでワクワクしてたらダンボールもちろん。任天堂スイッチスプリンクラーとかにするって思って、許されへんなほんまに。その消臭ビーズのその射程の長さな、ほんま。いや、やったら思うわ。ごめん。全然やれてないわ。すまへんな。なんか、やばい、ちょっとウルトラチャップ来ます。知ってました。え詰まってやられてる。復活ペナルティチャップついてる。どう？もう、僕、パワー使い切ったんだけど、喋ったしな。さっきいっぱいキルできたから、もう満足なんだけども。集中力もクソもあらへん、お前。でも、なんとなく、ちゃんと、味方の人頑張ってくれてるからさ、やっぱそこは、チームプレイ しときいったらええな、ほんま。チームプレイしたいやんか、やっぱそこは。ここはね、ホール。やば。あ、これ逆転されんじゃん。あ、やばチャップ、やばチャップ。やばチャップでも2枚か。でも敵の人多分スパジャネ飛んできてるから、なかなかやばいなっていう、その危機感持った方がいいよ。今、みんな、こっちのチーム危機感持った方がいい。こっち。危機感持った方がいい。これは、これ倒しとくか。オッケー。あとはサムの味方の人。本体だけ倒しといた。復活ペナルティチャップ敵の人も受けてると。で、こっちロングブラスターの兄貴もおるし、オッケー、危機感持ってるよ。危機感持ってる、オッケーオッケー。ニンテンドースイッチ4が出ることにも危機感持って、4ではない。スプラトゥーン4と、ニンテンドースイッチの次の新しいの出るのに、ほんまに危機感持った方がいいよ。出るよ、出るよ、出る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 よ、出るよ、出たあかんよ。出てはいいよ。死んだあかんよ。トーピード、トーピード投げてくる、危機感持って。ね、フィンセントまだもう飛んどるやん、ほんま。なんや、ほんま。お前、やめなさいっていう話やん。いった。フィンセントオンの分かってたのにマニューバーに釣られたの。確実にお腹すいた濃いやん。パン浮かべといたら釣れるからさ。僕の場合なんか敵その辺におるでーって見せてたら多分釣れるわ。それがチャップのスプラトゥーンやで言うて、チャップのスプラトゥーンウルトラショットを9番ボムも添えて言うて、なんか右から来たりしてないんちゃう。大丈夫、いやいやと思うで。この9番ボムがね、チャップの9番ボム TV がやばい感じに刺さってくんねん。で、ここでの復活ペナルティチャップよ。ほんで、これフィン、おフィン来てんでしょ。おフィンが分かってたんや。インク管理おじいちゃんやん。ここでじいちゃん出た。じっちゃん出ちゃったよ。あが、やばいやばいやばい、負ける負ける負ける。あ、待て、ここでちょっと、あかん、調子乗ってたあかんとこやん。これ調子乗ってたあかんとこ。おい。ナイス。イェーイ。ということで、皆さん、スイッチの次の後継機、まだいつ発売するか分かりませんよね。発売するでっていうのは分かった。それ楽しみにしつつね、噛みつつね、スプラトゥーン4も出るか出んか分からんけど、多分次のスイッチの発売日に合わせて出るんちゃうか。もう全部フェスも楽しみにしようってこと。ご視聴ありがとうございました。バイバイやな。